かおすか。なあ兄貴、師匠の洗脳を解く方法に心当たりがあるんだろ。ああ、成功する保証はないがな。意味深な言い回しですね。何か懸念でもあるのですか。超魔流のある技を使えば、洗脳されたゴルディオンの目を覚ますことができるかもしれない。ある技？その技はいかなる邪気をも振り払う至高の技だとゴルディオンから聞かされている。悪魔のくせに邪気を払うだ？マジかよ。問題は俺がその技を身につけていないということだ。もしかして大魔剣ゴルディオンの脇腹の古傷の原因となったというあの技のことですの？そうだな。超魔流最終奥義、無明神水。俺はあの技を未だ身につけていない。俺に欠けているものが何なのか、結局わからずじまいになっているからな。でも師匠を救うためにはその技を身につけなきゃならねえってわけか。そいつは超絶試練だな。なんだか運命的なものを感じますよ。で、どうするんです？まさか今から修行を始めるなんてことありませんよね。鍵となるのはゼロッケンだ。おいらが？そうだ、あの時のことを覚えているか。お前が最終奥義として俺に放ったあの技だ。もう一度聞くぜ、その技どこで盗んだ？盗んでなどいないし、どこで覚えたかを答える気もない。けっ、そうかい。だったらこいつを喰らいやがれ、最終奥義。まさかその技は。なるほど、あの時ゼロッケン君が放とうとした技が超魔流最終奥義、無明神水なんですね。でも不発に終わったはずですわよね。確か練習中とかなんとか見苦しい言い訳をしていたという記憶がありますけど。悪かったな、練習中で。俺はあの技を使うことができない。できたとしても形だけの真似事に過ぎない。だがゼロッケンと二人で協力すれば、あるいは。なるほど、一人一人の技は不完全でも二人同時なら効果はあるかもですよ。そういうことだ。成功すれば邪気を払い、ゴルディオンにかけられた洗脳を解くことができる。合体技ってわけか。くー、超絶燃えるぜ。つーか俺様も超絶参加して。私を差し置いてキリア様と合体技だなんて、ゼロッケンのくせに生意気な。まあまあ、でもこれで希望が出てきましたぴょ。どうしたゼロッケン、自信がないのか。そんなわけないだろ、兄貴と一緒なら絶対に成功するさ。
その割には顔色が優れないようだ。ほら兄貴、ロストの連中が現れたぜ。さっさと片付けなきゃだぜ。新たな獲物はどこだ。僕が行きましょう。行きますわよ。これで終わりだ。かかってきやがれ。敵を殲滅するのだ。排除する。フルパワー。お見せしましょう。まあこんなものですか。完璧です。行きますわよ。イケイケだな。俺様の力があれば超絶安心だぜ。打ち砕く。強くならない。あなたの好きにはさせませんわ。Thank you.
助けますよ。超絶すぎる。完璧です。命を許す。守ってみせる。打ち砕く。痛い。安心するがいい。安心するがいい。先手を取ります。どうする。
我が力喜ぶべきことだね。神よ、命をよこせ。仕掛ける。強くならなければ。助けますよ。完璧ですよ。ここがお前たちの墓場だ。血をよこせ、逃がさない。また一歩高みへ。祈れ。助けますよ。利用させていただきますよ。Thank you.
千里眼のリチェルカ。助けますよ。力がみなぎる。ここがお前たちの墓場だ。ここで蹴りを使うぞ。強くならなければ。なかなかしぶとい連中ですね。うまい。ほら！
の力。思い知ったかな。神に逆らうのか。ガッツ。血をよこせ。ぜい。トーン。これで決める。はあ、これで決める。おりゃ。おいらの全力ヘルパワー。神に逆らうのか。正方法だけでは。どんなもんよ。速攻で蹴りをつく。打ち砕く。力がみなぎる。力があれば超絶安心だぜ。仕掛ける。打ち砕く。神よ。失礼。
楽しませてもらった。プリニーたちの情報によると、魔将軍ブラッティスの本陣ネッシーンはこの先にあります。皆さん覚悟はいいですか？特にキリアさんとゼロッケン君、ぶっつけ本番になりますが。なに、キリアのことだ。ビシッと合体技を決めてくれるさな、ゼロ。ゼロッケンさん、どうしたんですか？ぴょん。全部オイラと兄貴に任せとけって。バッチリ決めてやるからよ。何か心配事でもあるのか？別に心配事なんてねえよ。本当に大丈夫ですの？キリア様の足を引っ張るようなことがあれば即座に射殺しますわよ。へっ、オイラを誰だと思ってんだ。超魔流後継者、天下無双の一匹狼、大魔剣ゴルディオンの愛弟子ゼロッケンだぜ。築き上げたロストの屍は山をも越える。血に飢えた銀狼の二つ名は伊達じゃねえぜ。全てこのオイラに任せとけってんだ。おお、かっこいいですぴょん。ゼロッケンさん、パネーですぴょん。なるほど、覚悟はできているようですね。それなら安心です。行きましょう。はあ、あんな調子のいいこと言っちゃってどうするよ。おいら、魔界病院へようこそ。